さあ、こんにちは、マーティンダーのメラクーボーイ、テンザケです。内野の UTT プレイヤー、高浜拓也さんのそもそもいす。阪神ロッテに在籍したが、全く恵まれずですね。はい。ロッテでは50試合以上出たけどもね。はい。ホームランの当たりのないバッターで、エラーばかりしちゃうんですよ。うん、高浜選手。確かにロッテ最弱の最下位の時に在籍し、ワロタね。この守備も本当にワロタね。はい。本当はまあ、打力は良くなくても守備はまあまあだけどもね。はい。地味ですね。以上です。バイバイ。